こんにちは。私たちはリクリエーション同好会です。今回の文化祭も親子で作って楽しめる工作を紹介します。よろしくお願いします。今回私たちが紹介するのは親子で作って動かそうクレーンゲームです。では説明をよろしくお願いします。こんな遊びです。やったー、やったー、景品ゲット、イエーイ。あ、失敗。入れるときは慎重にね、そーっとそーっと。やったー。こんな遊びです。準備するもの、紙コップ2つ、ハサミ、ストロー、ホチキス、穴を開けられるもの。まず、1つ目の紙コップに1センチごとに切り込みを入れます。折り返します。しっかり折り返してね。2本挟んだ1本を切り落とします。上から見るとこうなるよ。先端を3分の1折ります。曲がるようにしっかり折ってね。ストローの先端に2センチメートルの切り込みを入れます。反対にも切り込みを入れてね。切り込み部分を開いて、アーム部分の根元に寄せてホチキスで合体させましょう。もう一つの紙コップの中心に穴を開けます。ストローの穴が通るくらいの穴を開けてね。ストローを刺して完成。動かしてみよう。こんな風に動かします。では実際に動かしてみましょう。やったみんなうまくつかめたかな。これでレクリエーション同好会の紹介を終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。